何してんの？ナイフを見ている。いやそれ見りゃ分かるけど、何のために？面白いナイフを手に入れたから。ダメ、危ないな。没収。何が没収？これ没収。ちょっと返して。ダメ。なんとか持ってたら。危ない。ナイフは切るため。切るためとかじゃない。ちょ、ほら。電話。お願いだから失礼な態度取らないように。大丈夫。それ。シャーロックもね。え？あ、シャーロックの友達はワトさんだけか。友達じゃない。私がお世話になってる心理カウンセラーの入川先生です。シャーロックには先生がカウンセラーだってこと言わないでください。あの人初対面でもすぐに人の職業当てちゃうから。だから守屋さんの知り合いのカメラマンってことにして先生を騙そうと思ってるんです。カウンセリングの先生でしょ。 Really nigga。お一人様一個限りとか、あと1日10食限定とか、あと本日限りとか、そういう風に書いてあると欲しくなりません？なる。私もなる。ならない。欲しくないものを買う意味が分かんない。その商品に希少価値がつくと、それだけで人はどうしてもそれが欲しくなるっていう。そういう。なるほどね。希少価値をつけたくらいで物を買う人間なんてただのバカ。下にはリンゴが落ちています。さてその落ちているリンゴはいくつだと思いますか？シャーロックはねえ、リンゴの木があるのはどこ？日本なの？海外なの？銘柄は？あと季節。シャーロック、これで何がわかるんですか？実はサンタクロースがある少年にサッカーボールをプレゼントしました。でもその少年は少しも喜びませんでした。なぜでしょう？少年には足がなかったから。サイコパスかどうか。守屋さん、なんでそんな風に思ったの？それしか思いつかなかった。あ、ねえ、あの危ないな。没収。じゃあごゆっくり。え、行っちゃうの？すみません。たまには役に立つよね。少し前の私がそうだったから。拘束を解いた。前にシャーロックから取り上げたナイフポケットに入れたままだ。たまには役に立つでしょ。とか言うと早くナイフのこと思い出せばよかったとか言うんでしょ。だから先に謝ります。すいませんでした。ほら仲間に追いかけよう。よいしょ。